まあそれまでは自分たちのペースで試合を運べてたのでああまあ失点してもそんな慌てることなくあのチームが安定した試合運びをしてくれたのであのチャンスはねあの作れるのかなと思ってたのであのいい時間帯にあの同点に追いつくことができてよかったと思います早坂選手からのボールいニアでねヘイスが潰れてくれたのでまあ相手も僕のことを捕まえづらくて。 サッカーではあのポイントはよくゴールになるポイントなのでああの信じて入ることができてよかったと思いますやっぱりエースが決めるとチームは強いですねあまだまだあのゴール取りこぼしているところもたくさんあるのであ残り9試合あたくさんゴール取れるように頑張っていいいきたいと思いますパパ初ゴール、ユリカわダンスの感触いかがでしたかあなかなか、ね、ああの人生においてもそういうタイミングでできることないと思うのであの素直に嬉しかったですしあのいいお祝いになったんじゃないかなと思います。 ありがとうございました。徳倉選手でした。